僕はですね、ヨコタンという名前でこういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。やっとね、妖怪ウォッチ3をクリアしました、皆さん。ありがとうございました。ポケモンまでには絶対クリアしようと思ってたけど、まあ43時間。まあ、一番は最初のコンセプトみたいなのが間違ってる。多分日野社長の命令が間違ってるから、その稲穂っていうゴリ押しキャラクターとウサピョンっていうのを新たに3では登場させましょう。そして、ケイタはアメリカに引っ越しさせて、アメリカと日本をリンクしてストーリーを進行させましょう。で、妖怪ウォッチのシリーズの集大成にするために、バスターズで出てきた妖怪とか、今まで出てきた妖怪を全部ごちゃ混ぜにして、集大成にしちゃいましょう。この考え方がね、やっぱ間違えてた。あのストーリー自体はね、やっぱりストーリーテラーの僕から言わせると、陳腐なもんなんだよな、やっぱ。オールスターストーリーみたいな感じだから、一本の軸がね、あんまり通ってないの。結局一本の軸自体がなんかさ、X5 のパロディーみたいな感じで進行しててさ、まあアメリカっぽいっちゃアメリカっぽいんだけど、大味なんだよね、ちょっと。だその最初のコンセプト、日野社長の考え方は間違ってたけど、それに応えるスタッフたちはめちゃくちゃ大勢の人数がさ、対策 RPG を作るためにさ、ぶち込んでるわけじゃん。だからミニゲーム一つとってもやり込み要素がめちゃくちゃあるし、世界の作り込みとかね、キャラクターの動きとかだってさ、このイベントでしか出てこないさ、例えばさ、ブレッジしながらこうやって歩くシーンとかあるの、一瞬だけ。そのためにさ、そのキャラクターをブレッジしながら歩かせるところを作ったりとか、とにかく細かいところまでめちゃくちゃよくできてんだよ、妖怪ウォッチ3。だからね、あれがさ、4800円であんなに作り込まれたゲームが4800円で買えるっていうこと自体はさ、やっぱりね、恵まれてるよ。あれは日本製の RPG としてですね、間違いなくトップクラスだね。携帯ゲームで作られてる日本製の RPG として。ほんと細かいミニゲームまで、ここまで作り込むかっていうほど人員を投入して作り込まれてんだから。あれがやれるなんて、ポケモンか妖怪ウォッチしか今ないと思うんですよ。時代から、この時代に、こんだけの人員を。これからシリーズがね、もしかして落ちていくかもしれんけど、現状ではさ、あれ間違いなくトップクラスの RPG だから。だからね、だからこそね、最初のね、設定ミスがね、惜しいんだよね。ストーリーはね、やっぱりもっとね、シナリオをね、しっかりした人間入れた方が良かったんだよ。なんだろうね、長いストーリーをやらせるんだったら、その一本筋の通った何か壮大なね、やった感がないとダメなんだよな。どんでん返し的なやつとか。わあ、こうなったか。ほんとやったなーっていうの。そういうのがね、最後はもうね、ジャンプ漫画のさ、最後の方みたいにさ、あ、こいつも出てきた。こいつも出てきた。みんなで頑張るぞ。えいえい、おー。今度は、今までのね、すべてのね、バトルを総合してね、こういうところも全部クリアして、最後の塔みたいのがあって、そこを登って一番上にボスがいるぞみたいなですね、大味な展開になっちゃったんだよね。うん。瞑想してるジャンプ漫画みたいな展開で終わっちゃったからさ、ストーリーに関してはやっぱ、ちょっと文句は言いたいけど、そういうの全部差し引いても、あのゲームの作り込み自体めちゃくちゃすごい。天才すぎ。まあ、こんだけ大量のね、スタッフ、もう人海戦術で、だってさ、ミニゲーム一つとっても、そのゲーム自体がさ、なんならアプリのゲームとして出しちゃったって全然いいぐらいのさ、クオリティなんだもん。例えば、マイニャンって言ってさ、自分専用のね、オリジナルのジバニャンを作ったりとか、あとゾンビナイトって言って、そのゾンビを倒しながらね、街を解放していくゲームだとかさ、あと音ゲーとかもあるのね。ダンスダンスレボリューションみたいな音ゲーも全部入ってるし、一個一個がめちゃくちゃすごいんだよ。あと、自転車レースのゲームも結構面白いしさ。まあ、竜が如くとかもそうじゃん。一個一個のミニゲームめちゃくちゃ作り込まれてるじゃん。あ、イカダもあるし、今回はさ、トム・ソーヤの冒険をちょっと、アメリカっぽいところを意識してるからさ、全部すごいよ。このゲームやらないのはね、やっぱ日本のゲームのね、なんか歴史に、ね、立ち会ってないから、君は。